ソウルコベナントは近未来の荒廃した日本を舞台に生と死が隣り合う人類と機械の壮絶な戦いに挑む主人公と一体化するかのような高い没入感を追求した VR ドラマチックアクションです。ソウルコベナントのクリエイターは2013年に私がプロデュースしたソウルサクリファイスというゲームでディレクターとシナリオを担当してくれた下川さん、イベントディレクターを担当してくれた岡村さん、コンポーザーとしてゲーム音楽を担当してくれた三田さんといったかつてのメンバーたちに十数年ぶりに再集結してもらいました。本作のテーマは死となります。敵である人工知能アダムはトーチという名目で人類を虐殺しています。それに抗うのが強化人間部隊アバタールです。彼らは遺体が硬質化するという特徴があり、仲間の亡骸から製造された武器スケープゴートを操り戦います。主人公はリンネという特別な能力を与えられています。死ぬたびにそれまでの記憶を次のクローン体に引き継いでいきます。さまざまな形で訪れる死の体験を VR ならではの臨場感で描きました。自分や仲間の死を通じてその裏側にある命を描いた物語となります。ソウルコベナントのバトルは打点式構と呼ばれるタワー型の施設を守りながら敵と戦う防衛戦バトルと敵の拠点側に向かいボスを倒すという殲滅戦バトルになっています。ごっこ遊びをキーワードにヒーロー的なかっこよさを感じられるバトルアクションを目指して作っていきました。武器を振っての攻撃は大きく早く振る方がダメージが強くなるようにしています。今回登場するスケープゴートという武器は複数の種類があります。死の体験というテーマのゲームですが、その中でも亡骸から作られたスケープゴートは死の象徴にも感じるかもしれません。しかし仲間の亡骸を手でつかみ変形させて共に戦うという遊びの体験と物語がリンクして、実際にゲームプレイの中でスケープゴートを手にした時に仲間が反応してくれているような今までのゲーム体験にはない感覚を感じてもらえると思います。BGM はソウルサクリファイスでもご一緒した水田さんにお願いしました。人類と機械の戦いという本作の世界観を生楽器と電子音を組み合わせて見事に表現していただけました。オリジナリティがありながら水田さんらしさを感じられる素晴らしい楽曲が揃ったと思っています。ソウルコベナントでは物語の主人公となって喜怒哀楽や達成感を感じてもらえるようにゲームシステムだけでなく物語や世界観、そして音楽もとてもこだわって制作をしています。自分ができることは全て注ぎ込んだつもりです。結果としてゲームでしか味わえない物語体験に仕上がったかなと思います。 VR ゲームだからこそ到達できた新しいアクションバトルと物語の形をぜひ感じていただけたらと思っております。プレイステーション。